はい、イタリアミラノのスガレリアです。実は日本からイタリアへ帰ってきてから体調を崩してプロントソッコールソ救急病院に2泊3日入院してしまいました。まさかイタリアで入院する日が来るとは。こちらはその入院先で食べたものですね。パスタもヘビーで全然食べれなくって本当に大変。パターテは美味しかったですね。これポテトですね。まあ、あっさりとしたのはいっぱい食べました。2泊3日の病院生活を終えて、今お家へ帰るのを、待合室で待っているところです。本当に辛かった。もう熱がね、下がらなかったんですよ。40度近くまで上がっちゃって、はい、そしてこれは後日ですね、自分でお料理できるまで回復しましたということですね。スガレリア、はい、イタリアミラノのスガレリアです。ということで、ちょっと衝撃的な映像だったと思うんですけれども、僕も本当にびっくりしました。まさかね、イタリアに来て入院するなんて考えてなかったです。日本でもほとんど入院なんてしたことないので、本当に、怖かったです。でも40度近い熱が本当に、3、4日続いて、でコロナのテストもしたんですけれども、3回ともネガティブで、どうしたもんだろうと思って、もう本当に大変でした。で、自力でプロントソッコールソまで行ったんですね、タクシーを呼んで。で、後から聞いた話だと、ムランザ、まあ救急車という意味なんですけれども、ムランザも無料らしくって、僕日本だとちょっとお金かかるかわからないんですけど、そんな呼んだことがなくって、自分のためになので、ちょっと怖くって救急車を呼ばずに自力でプロントソッコールソ救急病院まで行ったんですね。そしたらすぐに診察してもらえて、通常だともう何時間も待たないといけないんですけれども、ちょっと僕の状況とあと、その、待合室の、具合ですぐに診察してもらいました。で、そしたら、とりあえず、今日は入院しましょうって、ドクターに言われたんですね。で、僕、入院なの?と思って、イタリアの病院っていくら払うとか、まあ、本当に何も知識がなかったので、何か払わなきゃいけないの?って聞いたんです、ドクターに。そしたら、グラテス、みたいな感じで言われたので、まあ、無料っていう意味なんですけれども、なので、とりあえず入院を承諾して、お部屋に行ったんです。まあ、2泊3日その病院でステイして、無事に退院してお家に帰ってきて、その後順調に、回復しました。まあ、入院して分かったんですけれども、もう本当にナースの人とかドクターの人とか、すっごい大変な仕事だなぁと思いました。まあ、もう本当に僕も辛かったんですけれども、つくづく、ああ、この人たち本当にすっごい頑張って仕事しているなぁと思いました。本当にありがとうございますっていう感じですね。まあ、イタリアはそういった医療治療費、本当に無料なので、まあ、ケースバイケースではあるんですけれども、基本的に無料。なので、本当に助かりました。ということで、今は本当に元気いっぱいでまたイタリアで生活しています。ということで、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アルフラオスラー、チャチャー。